国民民主党、都民ファーストの会と合流へ。国民民主党が都民ファーストの会と合流する見通しとなったことが明らかになりました。まずは参院選で協力するようでございますが、この国民民主党は希望の党の騒動の際に都民ファーストの会に、まあ、都議会の議席を持っていかれた形になってしまい、東京の選挙基盤が弱いため、まあ、このような問題に対応するため、 合流するものと思われますが、まあさっきの衆院選では、都民ファーストの会が校舎を建てようとしておりましたけども、まあ結局のところ、校舎を建てることができず、不先輩の形になっておりましたが、まあ現状国民民主党に関しては、まあ、少しずつ支持が広がっている形になり、この都民、まあ、ファーストの会との合流によって、まあ東京において、 議席を確保できる可能性もも、ございますけども国民民主党や都民ファーストの会には、まあ、こういった積極的な動きだけではなくて、まあ、しっかりと国民の皆様が、有権者の皆様が必要とする政策の提案や、まあ、様々な活動を進めていただき、しっかりと国民の代表たる議員として、国民の皆様に、有権者の皆様に対し、 仕事をしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。